皆様お疲れ様でございます。ついぞんです。昨今ですね、季節が一気に夏から冬に変わりまして、まあこちら北海道もですね、ずっと寒くなっております。バイク乗るのもね、もう5度、最高気温5度の中、ほんとね、レザーのねグローブとか私はめてますけども、5分ぐらい乗ったらすぐもう手かじかんじゃいますね。でまあそんなこんなで、まあちょっと私事ですけども、うちの下の子がですね、まあ、あのインフルエンザにかかって、まあ、ものの見事に、移りまして、2日3日前ぐらいから39度5分。私ね、平熱が低いんですよ。なので、39度超えるともうかなりきつい。ようやくですね、まあ、今朝測って36度後半。あの、まあ、平熱ね、私36度3とか2とかなので、あの、ようやく戻ってきたかなと。3日間ね、39度、8度続きましたかね。いや、皆さんも、あの、インフルエンザ、今すごくね、流行しておりますので、手洗い、うがい、しっかりと、気をつけてください。私は。まあ、家族かかっちゃうとね、まあ、ちょっとこれ気をつけようがないっていうかね、一緒に寝てるんでね、まあ、どうしようもないっていうところですけども。はい、まあ、そんなこんなで、そう、今気づいたんですよ。髭剃るの忘れてますね。まあ、もうね、ちょっといろいろと、時間も、これからのスケジュール、ちょっといろいろあるので、まあ、そのまま進めていきたいなと思いますけども、すいません、無精ひげで、申し訳ありませんが、そのまま、続行させていただきます。ということで、はい、今回ですね、開封しますのが、というかね、当選しました。これね、全く私気づいてなかったんですけども、まあ、ダメ元で、タイトブースさんのですね、オフィシャルの方にね、私の、名前で、まあ私の名前っていうか私個人一択でね、いつもだとね、うちのかみさんの名前も応募したりとかってあるんですけど、まあ今回ほんと一択で、一本でね、やったら、それがものの見事に、当選してたんですね。全く気づきませんでした。それで、ね、スニーカーズの方だったり、FTC とか、まあその他もろもろ、スケショに関しては応募しましたけども、全外れ。で、まさかのっていうところで、ちょっとね、病み上がりなので、なかなかちょっとテンション上がりにくいところはあるんですけども、まあ、このね、スニーカーを見て、ちょっとテンションぶち上げしていこうかなと。まあ、病み上がりなんで、これでちょっとまた、ぶち上がった後に、熱もぶち上がったらまずいんで、ちょっとおとなしくしたいなと思いますけども、早速ね、こちらですよ。このね、見知らぬ段ボール届いたなと、メールも見てなかったんですよね。もう最近すごく忙しくて。めちゃくちゃプライベート忙しいんです、今。で、あとバイクの兼ね合いもあるんでね、仕事だったりプライベート含めてもう多忙すぎてちょっと熱出たんじゃないかなと思ったぐらいちょっと忙しくてですね、はい、届くまで気づかなかったっていう、これね、私よくあるんですよ。まあ、早速ちょっとね、開封していきましょう。はいはい、それではね、開けていきます。なんか久々のスケショの当選なんでね、嬉しいですね。ちょっと納品書が入っているので、ここはちょっと隠させていただきます。よいしょ。はい、まあおなじみの、はい、ナイキ SB のボックスでございます。よいしょ。さあ、初対面です。はい、これはかっこいいです。間違いない。なんかリバースパンダみたいな感じのカラーブロックですけど、あ、すごいね。なんかいろいろちょっとこだわりがありますね。ちょっとこれまた近くで見ていきましょう。はい、今回ね、当選しましたのがこちらになります。2023年11月14日発売、タイトブースナイキ SB ダンクロープロ QS ブラック&ホワイトということで、 QS がついてるんでね、数は少ないと思います。はい。で、まあ、このタイトブースはね、プロスケーターの上野慎平さんが、まあ、主催するスケートボードプロダクションということで、まあ、私ね、スケボーはやらないんですけども、ブレボーはやります。まあ、スケボーやらなくてもね、ファッションという部分でね、これは履きたい一足と。でね、このね、この鉄板の、なんていうんですかね、デザインを落とし込んだ、このアッパー。で、ここがね、リフレクターなんですよね。で、後ろ、こんな感じで、切り込みがあって、中に、プラパーツ。これ、リフレクターなんでしょうかね。
あ、違うか。素材はちょっと違うね。うん。で、内側もリフレクターの数種。私ね、ヌバックスウェード好きなんですけど、やっぱこういう風にね、スウェードを使っていただけるのは嬉しいですね。で、随所にこのオレンジカラーが入っていると。まあ、アクセントになっていいんじゃないですか。お、インソールもね、タイトブースと。で、タグの内側もこんな感じ。あ、ベトナムなんですね、製造。なるほど。はい、工場 VH ですね。うん。なるほど。で、これは厚タン。厚タンですね。うん。左右同じ。あ、で、シューレースがオレンジとブラックと、まあ、デフォルトで白。はい、こんな感じですね。いや、めちゃくちゃかっこいい一足。ほんと一足だけ奇跡的に当たりましたけども、ありがとうございます。辻村チャンネル。はい、ということで、暑い。もうなんかね、これ見た瞬間にあの熱気が出てきてね、ちょっとパーカー脱がさせていただきましたわ。あれね、室内で着ると暑いんですよ。あとはちょっとね、熱が出てきたかもしれません。病み上がりなんで、はい、あの寝巻きですが、ごめんなさい。ちょっとそのままね、やらさせていただきます。それでですね、まあ、今回ね、当選動画あのさせていただきましたが、久々にですね、また禁断の場所からね、いろいろ買ってしまいました。またスニーカーズの方もポツラポツラちょっとね、当選品が届き始めているということで、動画撮影自体もですね、立て込んでいる、状態でございます。ただまだ調子が悪いので、そんなに本数も取れないということで、まあこれからね、ぼちぼち撮っていこうかなというところですね。なのでね、次回動画、これね、初の私スニーカー YouTuber ですが、今ね、バイクの方もやっております。スニーカー&バイクコラボ動画ということで、スニーカーと合わせたね、バイクの動画をですね、ちょっと今回どうやって合わさるのと思うかもしれないですけど、バイク用のためのスニーカーを買いました。はい。で、バイクに乗るためのスニーカーに必要なギアを買いました。そんな感じです。はい。あの、非常にね、ちょっとまあ初めてやる企画となっておりますので、ぜひね、皆様楽しみに見ていただければなということで、ぜひ皆様ね、楽しみに待っていただければなということで、次回動画もお見逃しなくということで、本日の動画は以上で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。